人に笑われても大阪の夢を語ってそれにもう邁進していくと。政治家って本当に古い世界で最も生産性が低いのが政治家の世界ちゃうかなって解散をされるというふうに聞きまして、そうですね、改めて自分の今したいことを追求していきたいと。プラスの面をもっと伸ばす発想でいこうよと。大阪でもおもろさで言ったら今何位ぐらいだと思う？ポテンシャル的に言うともうぶっちぎりでおもろいところですよ。今日本で見れない世界的なエンターテインメントとか僕自身も見てみたいなと、うん、なんか変化ってもう個人的に2種類あるかなって思ったんですけど、それがその一つはその周りの変化、うん、その周りの例えばトレンドとか、そのまあ YouTube にもこの流行がやっぱあって、うん、例えばグループの方が流行ってるのかとかソロの方が流行るのかとかそういうのもあって、あ僕はもともとソロプレイヤーから始まったんですけど、でこう一時期そのグループみたいなのがちょっと流行ってて、あじゃあグループが流行ってるのかと、じゃあ僕もやってみようってことで、こう一時期その意図的に人数を増やして、例えば6人で撮ってみようとか、6人でなんか、あなんか車でドライブする企画が流行ってんなって思って、なんかそういうワイワイ感がいいんだなって思って、まあ6人でそのドライブするっていうのをなんかこう僕ら流に企画にしてやってみるとか、そういうふうにして変化に対応するっていうのはまああるんですけど、なんかこの変化に合わせるのは個人的にはあんまり好きじゃなくて、実はっていうのもそのなんかトレンドとか周りのその視聴者に対する見え方とかに迎合しすぎると、なんか自分たちの本来の良さを失ってしまうというか、例えば政治だったら国民の声聞きすぎて逆に自分の軸ぶれ出すみたいな、あの軸がないと確かおっしゃる通り、はい、まあ、大きな理念と方向性がないと確かにこう世論のこう動きっていうのはあの割と動きやすいというか、うん、そういう意味では確かに変動が多い中で、うん、その都度コロコロ変えてたら、うん、お前ら何やねんってやっぱりなりますね。そうですよね。だからこの軸っていうのは常に持つっていうのは、はい、あのおっしゃる通り意識はしてます。はい、ありがとうございます。なので僕もやっぱその本来の自分、なんで自分たちのことを好きになってくれたんやったっけっていうのをまず前提で忘れないようにして、うん、やっぱりその自分たちの本来のフィールドっていうのは絶対に守らないと全てが崩壊するなっていうのは感じましたね。そのこの激動の YouTube8 年をやってきて、そこはかなりその学びを得たところですね。で、あとはその自分の中の変化、例えばなんか自分の好みの変化、例えば8年間 YouTube やってきて、なんか最初の大学生の頃の自分の趣向と今の趣向、これって変わらない方が、まあ、おかしいというか、さすがにもう何年間も経ってるんで、少しずつそういう自分の変化っていうのはあると思ってて、そこにはでも素直に従った方がいいと思いますね。だから自分がしたくないことを無理やりするってどっかでガタが生じてきて、例えばメンタル的にちょっと不調になったりとか、まあ、YouTube そのものが楽しくなくなったりしちゃうんで、まあ、今の自分の変化は素直に認めてそこに合わせてあげるっていうのはまあ必要なんかなって思っております。はい、今のお話聞いて逆にあの政治の世界って変化してなさすぎて、はい、変化を求められてるなっていうのを逆にちょっと感じまして、うん、そうこうもう昭和大正何と明治ぐらいの時代からずっと今も続いてますみたいな社会のあの世界なんです。うん、僕はあの府庁で働いてる時にあの傍聴議会事務局で働いてて、傍聴議場の傍聴に入るのに規則ってあるんです。そこにねあの帽子や杖は持ち込めないっていう中に街灯ってあってね、街灯って聞いたことないじゃないですか。これ、はい、コートなんですよ。で襟巻きとか書いてるんですけど、はい、多分昔のこんな時代あるじゃないですか。こんなしてこんなんで多分入ってきてる人たちの、はい、話なんですよそれ、はい、誰もそんなもう今来ませんやん。すごいですね。すごいんです。相当変わってないです、ね、それが平成令和の時代までそのままでこれおかしいやろとっていうのから、まあそれあの些細なことなんですけど、でも一時が万事結構変わってないことが多すぎて、うんうん、なんか当たり前のことをまず改革はしてますね。はい、
まあ、もともと僕もこう政治家になろうと思って生きてきたわけでもなかったら、そういう政治家の家に生まれたわけでもなくて、まあ、あの本当に大阪を良くしたいなという思いで、まあ、むちゃくちゃ古い政治をやってたので、うん、その思いだけで最初入ったんですよ。だからやっぱりその時のこう気持ちをこう思いみたいなものをこうそれを本当に軸に大切にしていきたいなと思って、今も知事をやってるんですけど、それはあの続けてます。でも政治って結局社会良くしたり大阪良くするための手段だから、その手段が目的になるんやったらやる意味あるのかなって、うん、なのでもし自分がこういうふうにやっていきたい、こうやって大阪、さっき改革の話してくれましたけど、大阪こういうふうに改革してよくしていきたいっていうのを、まあ、正面から言って、でそれがもし違うよってなったら、それもある意味社会の変化で違うよってなったら、もうそこはある意味踏みつけられて、まあ、あの屍になって、次新しい人が入ってきたら僕それがいいんじゃないかな、あの社会を良くするために政治ってやっぱあるはずなんで、はい、大阪を良くしたいという思いで、そこのとこはもうぶれずにやっていけたらなと、うん、いうふうにあの思いますね、うん。そういうのが折れそうになる瞬間っていうのはないんですかね。しょっちゅうそれはやっぱりその気持ち的な折れそうになることあるけど、でもやっぱり何のためにやってんのってあのいう ところじゃないですか結局はね、うん、そこの原点を忘れない。花田さんが最初一番最初やった時と、まあ、僕らも一番最初小さいところから始まったんだけど、じゃ逆に自分よりできるなって思った人がいたら、うんうん、自分はこう身を引くっていう感じなんですか。いやそれでいいと思う。大事な一票を投じてくれてるので、だからもうそこで あんまりブレてあっち行ったりこっち行ったりするんじゃなくて、そこがもう違うよとなったら、もうその新しい勢力がうーってやるのも、もうそれで大阪が良くなるんだったら、それはそっちの方がいいんじゃないかなと僕は思うよ、うん、っていうぐらい腹くぐってやらないとあかんなと思いますね。花野さん、なんかあの解散をされるというふうに聞きまして、そうですね、あともう1週間後ですね。1週間後ですかそれはまさに新しいステージの挑戦、そのあたり まずちょっと伺いたいんですけど、もう解散は結構、解散っていうとね、こうやっぱ悲観的なイメージもあるかもしれないんですけど、僕はめっちゃっていうと、まあ、ちょっと今のメンバーたちに申し訳ないかもしれないんですけど、ここはあえてめちゃくちゃ楽しみと言っておきます、まあ、そのやっぱその8年間理系 YouTuber として活躍させてもらって、うん、僕自身もこう変化がありまして、うん、もうこう十分やりきったなと、もう耕しすぎたなっていうぐらい耕したんで、このもう今ちょうど30歳なんですけど、こっからもうまた何ていうか一人に戻って、一から、まあ、改めて自分の今したいことを追求していきたいと思ってるんですけど、まあ、具体的にやりたいのは、まあ、あんま YouTuber っていうほど気張らずに、まあ、ソロチャンネルをまったりやったり、あと僕最近の趣味で登山があるんですけど、なんか僕もなんか冒険みたいなことがしたくて、なんかその例えば山登りするんだったらちゃんとこう世界の高い山にも行ってみたいみたいなっていう謎の思いがありまして、まあ、それって多分今しかできないなっていう、まあ、そういうのをあの例えば山チャンネルを作ってあの配信、その登山系の動画をアップしたりとかっていうのはやってみたいですね。だからそのゼロから本当にまた今までその170万積み上げてきましたけど、それはもう一旦捨てて、あのもうまたゼロから、なんかそれはね、新しいゲームを始めるっていう感覚なんですよね。これを言うともったいないって言われるんですよ。そりゃそうですよ。捨てる、いや捨てるんですよ、これは。くれへん横山さん、吉村さんはなんかこう挑戦ありますか。私もあの挑戦ありまして、で今府議会議員でさせていただいてるんですけど、これ今度あの大阪市長選挙 の予備選挙っていうのを挑戦しまして、今度4月はまた新しいステージで戦うことになります。で今まではこう、まあ、議員で議会側の方で活動してたんですが、今度は要はこう行政のあの方にあの首長っていうのを目指すことになりますんで、まずそこが多分ちょっとあの視点が変わってくるっていうのと、まあ、規模が今まで淀川区という人口18万人の町が有権者が対象だったのが、今度270万人、大阪24区が対象になりますんで、非常にこう視点も大きくしていかないといけないなと思ってます。でもあの非常に自分の思いをぶつけていくという楽しみがあります。
大阪維新の会としてはこれ挑戦の連続でして、特に今進めているその万博や IR ですね、これはもともと人に笑われるような話だったんです。そんなんもう今やるかいくて、人に笑われても大阪の夢を語って、それにもう邁進していくというのをこれからもどんどん続けていきたいと思います。まあ、IR についてもうちょっと具体的にお聞きしたいんですけど、はい、結構こう誤解されてるところがあって、なんかこれは今後しっかりアピールしていかないといけないんですけど、統合型リゾートといいまして IR って、うん、そのホテルやエンターテインメント施設や、はい、まあ、ショッピングができたり、ミュージアムができたり、そので国際会議ができたり、まあ、その中の一部にカジノが入ります。なので、まあ、世界から観光客、世界や日本から遊びに来てくれるエンターテインメントの集合体で、決してこうカジノを目的に来てほしいというよりも、そこにエンターテインメントがあって、かつこうビジネスで、来て、で大阪を楽しむっていう一環として IR を位置づけてます。でこの IR の一部に、まあ、カジノが入ってまして、少しこう心配されるお声も多いんですが、ギャンブル依存症なんかを心配される方が多いんです。なので、まあ、これを機にといいますか、大阪で依存症センターというのを立ち上げまして、専門的なギャンブル依存症対策というのを取り組みます。さらにですね、入場にまあ6000円かかりまして、だちょっとプラッと行こうかなっていうようなギャンブルというイメージではなくて、まあ、ちょっと清掃していただいて、ちょっとこう入っていくような、こういった形で、まあ、徹底してギャンブル依存症対策というのも取り組んでいきますし、夢新間に警察署を作ることが予定されてますので、はい、この治安面でも安心いただける、うん、だから、まあ、世界にこう冠たる大阪であるために、こうしっかりこうリゾート地として、まあ、海外からたくさんの人が来ていただいて、国際会議やまあ、いろんなこうビジネスでも使っていただいた後に、エンターテインメントやカジノで楽しんで帰っていただくという、うん、一大拠点を作るという思いです。大都市のベイエリアって一番価値あるもんじゃないですか、ね、こういろんなこうものがあってね、はい、でもなぜか大阪は真っ暗なんですよ。暗いんですよ、まあ、物流とか、まあその機能はあるんですけれども、でももっと大都市のこのベイエリアってもっと普通は発展してるでしょ。でその中で例えばこの IR が来るじゃないですか。だから今日本で見れない世界的なエンターテインメントとかショーとかプロスポーツとかプロボクシングのヘビー級のプロボクシングとかね、まあ、いろんなこう世界的エンタメみたいなのがそこでまさに行われるわけですよ。まあ、ぜひそんなのを僕自身も見てみたいなと、うん、プラスの面をもっと伸ばす発想でいこうよと、うん、やらないことよりね、というふうに僕は思ってる。で実は日本以外の G7 ではそういうのもあるので、これは大阪の経済にとってもまた自治体運営にとっても非常にプラスです、うん、そのでもうこの人口減少の中で成長戦略の一つとして僕ら今 IR を大きく掲げています。今の日本ってなんかやらないことばっかり考えてません？何にしても、まあ、何にしてもまあそうですね、うん、やっぱ変化嫌いますもんね。そう変化を嫌わない、うん、何もしないことによるリスクの大きさはなんかみんな認めるんだけど、うん、なんかちょっとやろうとすると一生懸命叩いてやめろやめろっていうのってなんか日本独自でそういう文化あるなっていう新しいことやろうとするととにかく反対とかっていうんじゃなかなか新しいも生まれへんのちゃうかなって僕なんかすごくなんか日本の閉塞感みたいなすごく感じてるんですよね。いや僕やっぱりね、まあ、2つあって、1つは教育が無償で無償だっていう社会を作りたいんですよ。それお金かかりますよ、もう分かってますし、それはそれは経済の格差が教育の格差のあたりいろいろあるのは分かって、僕は青臭いこと言うつもりないんですけど、もう無償でいろんなことにチャレンジできるんじゃないかって思えるような社会をにちょっとでも近づけたいって思ってるの、政治の力で。では僕市長の時にその幼児教育っていうところが担当だったんで、実はそれもやったんですけど、無償化っていうのやったんですけど、まあ、今回今高校やるでしょ、で大学やるやん、まあ、それも全部できてるわけじゃないけど、まああもうでも大阪とか日本に生まれてこの教育を無償で受けてみんなが自分のか、まあ、力伸ばせるみたいな社会に一歩でも近づけたいなっていうのがそれがまあ一つですよね。でもう一個がやっぱり大阪で生まれ育って、うん、なので大阪がね、
もう一地方都市で終わらせたくない。いや、大阪自身がこう、まあ、日本を、まあ、ある意味こう引っ張るぐらいこう元気で成長してワクワクするような都市町にしたいっていう思いがあるんですよ、うん、もうある意味もう日本の中でここいっちゃおもろいとこやんかと、いろんなものがここで生まれるやんかと、世界からもそういうワクワクするような目で見られるような大阪っていうのにちょっとでも近づけたいなって。本当に政治って手段だと思うので、政治家であり続けることって別に意味あんまないと思うんですよ。で、長く政治家をやることとかキャリアをこう政治家の中で伸ばしていくことってあんまり僕意味ないと思ってて、それを何すんのっていうのがやっぱり大事 だと思ってるので。そういう人ってでも少ないんですかね、政治家の人って。僕が見てる中では本当政治家って本当に古い世界で最も生産性が低いのが政治家の世界ちゃうかなってめっちゃ言いますね。おうおう、これから生産性を高めていかなあかんって言ってる人たちが一番生産性低いんちゃうかなっていうぐらい、なんかしがみつくんですよね。それがしたい。そうですよね、うん、でも大阪でもおもろさで言ったら今何位ぐらいだと思いますか、うん、日本で。日本で、はい、1位だと思う。1位ですね。じゃあもう少なくていいじゃないですか。違う違う、じゃあもういいじゃないですか。まだまだ違うね。まだ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 ぶっちぎりの1位。もう、はい、もう別次元の1位。もうポテンシャル的に言うともうぶっちぎりでおもろいと思うんですよ。でもまだフィールドは世界から世界さらに行きますよ、これ世界から。それめちゃめちゃ楽しみですね、うん、さあといったところで今日はそろそろお時間となりました。楽しいお話を皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ここからはですね、少し趣向を変えましてサイコロトークを行っていきたいと思います、はい、それぞれの面にですね、トークテーマを書かせていただきましたので、お一人ずつこれから振っていただいて出た目のテーマについてお話をいただきます。ではまず花尾さんからお願いします、はい、ではこれちょっといいですか。はい、ちっこないですかこれサイコロトークでこの色合いのさ、こうやって何が出るかな、何が出るかな、親近感大事なんですよ。あ、やっぱそれって、あ、テレビ番組だな、あ、テレビ的発想、お金かけてない、これは親近感です師匠、はい、すごい師匠言うと思うから、それが YouTuber になるための道なんです、はい、つまりここに、あ、ここに税金使ってない、我々のお金は無駄に使われてない、あ、間違えた、そうかと、はい、もう俺の思考を変えていかない、ね、根本から YouTuber とにかくお手製の方がやっぱね好まれます。完全に、ま、このセット本当はいらないです。あ、はい、そういうことね。入り口から間違えてるわけ。あ、もうそうです、うん、本当はワンルームマンションの、大学生のワンルームマンションとかが一番ベスト。なるほど、はい、カーテンヨレヨレになった感じ で醤油とか置いてるとかね。醤油一味とか置いてるとか一味、はい、そういうのが好まれますね、やっぱり。やっぱりそこが横山さん、170万人との差ちゃおうか今日は小さいサイコロで、はい、よろしいでしょうか。もうもうもうバッチリです、はい、じゃあ振らせていただきます。お願いします。いきます。はい、ポン。お、はい、こちらです。自分を動物に例えると、僕はもう猫ですね、完全に。僕は本当に気分屋で、なんかね、その今やりたいと思ったらめちゃくちゃやるんですけど、今やりたくないってなったらもうとことんやる気起きないみたいな、そういうね、やっぱ社会にでも向いてないタイプなんですよ。僕スケジュールとかも全く記入しないタイプの人間で、全部脳内で管理してるんですけど、え、その今日の別にスケジュールも別に何かにメモってるとかはなくて、決まってるのが本当にあんま好きじゃなくて、あ、そう、一歩間違えたら今日おらんかったわけです本当ですね、うん、そうですね、よかった。てか YouTube もそうだと思うんですけど、そのなんかやりたいことはその一番やりたい時じゃないと、うん、そのポテンシャル発揮できないみたいな、なるほど、そこがやっぱ強いんで、まあ、猫ですかね。猫ですね、はい、では続いて横山さん行きましょうか。はい、行きます。振ります。お、これサイコロ落ちたけど選挙落ちるなよいただきました。サイコロ落ちたけど選挙落ちるな。どうも今日はありがとうございます。サイコロは落ちていいけど、まあ、失礼します。選挙落ちたらあかんね。はい、はい、すみません、もう一回振ります。はいはい、はい、これ一番困ったな。実は続けている趣味、ランニングもすごい好きで、大阪マラソンもちろん出て、で、プラモデルも模型が好きで、昔から好きだったんですけど、昔できへんかった塗装を塗ったり結構専門的にやりたくて、はい、始めた時に
っとまあ子供に恵まれまして、するとね、はい、もう子育てしたらプラモデルなんか絶対できへんのですよ。まずこう置いとけないんですよ、はい、子供が触っちゃうので、はい、で買ったんですけどできないので家に積んであるんです、買ったまま、はい、でランニングはもうずっとしてました。これは仕事から終わって帰ったら走るっていうのはしてたんですけど、これ言い訳じゃないんですけど、はい、まだ子供に恵まれると、はい、走ってる暇なくて走っとる間に抱っこぐらいしとけやっていう雰囲気になるので子育てにこれはもうほんまに邁進しましたね。でも最近ちょっと子供も一緒に走れるようになったんで、はい、長男と一緒にランニングとかは、うん、してます。めちゃめちゃいいですね、すごい爽やかでしょ、はい、理想形態ですね。そうですね、はい、もう見たままの爽やかな趣味でした、ね、ありがとうございます。次行きましょうか。広がらんか、そんな感じでええねんな。そんな感じやったことない、ほらほら、やったことないけどやってみたいこと、お聞いてみたいの。これちょっと真面目に答えてもいいですか。いや聞いてみたい。真面目に大丈夫ですか。そう、親近感減らないですか。ああ YouTuber やろうとしてたのに。YouTuber やるなよ。どこに目向けてますの。でも今政治家なんで。そうです。いやね、僕振り返ってみて大体人生あまり後悔ないんですけど、一個だけね、まあまあこれからまだ先あるんですけど、思ったのが留学やっとけばよかったなって、すごく思うし、でこれから僕もどっかの人生で留学ってもう おっさんになってもやってみようかなっていうのが、英語とか全然喋られへんしわかんないですけど、なんかねやっぱ世界いろいろこう行くじゃないですか、行くし万博でも行くし仕事でも行くしプライベートでもまあ行きますよね、大人になってから。ほんならなんかこうそこに住んでみたいなって、でそこで住んでこう留学して学びたいなっていう思いに出てきたりするんですよ。日本でずっと住んでるとなんかこう2年か3年ぐらいは外国に住んでそこの大学で学んだり なんかこう過ごしてみたいなって、海外住んでなんかこうそこの生活に触れて全然違う空気のとこで住んでみたいな。でいろいろ行った時に外出た方が日本の良さって分かるじゃん。あ、日本ってほんまにええ国やなって、な海外ちょっとな長期しか行くと思うんですけど、一回住んでみたいな。ほんでそこの人とかその、なんていうのかな、価値観とかを触れて見たらもっとこう広がるんちゃうかなって。ちなみに どちらの国に行きたいとかあります？英語圏であればどこでも行ってみたいなって思って、うん、なので、うん、そこで YouTube やったりとか。 YouTube ばっかり頭の中 YouTube でいっぱい変な刺激与えんといてくれ。めちゃめちゃ YouTube ってやっぱりグローバルなんで、